嫁に離婚と子供の中絶の認知を迫られてるなんてリアルじゃ言えないから愚痴吐き、先週くらいから離婚は迫られてたんだが、時間を空けて昨夜二人きりで話し合いをした。そうしたら確かに今日の夜話し合いをしようと言った。時間指定をしなかったけど、普通こういう大事な話し合いに22時に来たる？信じられないと言われたわ。こういう一般常識を教えるのにイライラしないで言えだとか、冷静に言えだとか、自分はあなたの母親じゃない。菩薩でも聖母マリアでもない。これから子供が生まれたら子供二人を育てていくかと思うと死にたくなるとか。頑張って育てようと思ったけどもう無理だ。あなたの子供だと思ったら産めない。中絶したいとか言うから、いくらなんでも無責任じゃないかと言ったら、じゃあ産むから、その責任感で自分で育ててくれ。私は養育費を払う。そもそも、そうやって、自分がここまで追い詰めた自覚もなく、さらに、相手を追い込める神経がわかんない。サイコパスだと帰ってくる。モラハラだと言えば、じゃあ離婚しよう。こんなモラハラ女と一緒にいたくないだろ。無責任だと言えば、子供ができた自覚がないからと全部押し付けてきたのはお前だ。と帰ってくる。正直、積んでる感あるけど、これって誰から見ても罪なんですかね。はい、早く解放してあげてください。モラハラサイコパス夫と、これから子育て20年間頑張るなんて無理です。絶望しかない。中絶は残念だけど、あなたが育てたら体は育ったとしても、子供の人生も狂うと思う。今なら、妻の人生が一時的に狂っただけで済みます。嫁も、今は、まだ我慢ができるって、世話するのが俺一人だから。でも、これから、もっと時間が経てば子供は中絶できなくなるって。俺が自覚が足りなかった。子供だった。ごめんって謝ったら、子供は、あなたの大人になるための道具じゃない。大人になりたいなら、勝手にどうぞって言われて、揺らぐようなら、どうせ20年間我慢できないだろうって。っていうか俺がモラハラなの？嫁じゃなくて？普通相手にサイコパスなんて言葉使うか？夫が、これでは、奥さん一緒にいるだけで辛いだろうね。お互い様、平等って考え方が嫌い。冷静に言ってくれないと話聞かないってそんなに幼稚？誰だってイライラしながらガミガミ言われるの嫌だろ？嫁の言う平等、お互い様だって何でも平等にしたって人間できることや、向き不向きがあるんだから全部を平等になんてできないじゃん。だからそれで幼稚ってたがえくないか？って言ったんだけど、俺の言ってることってそんなにおかしいか？奥さんは、それが嫌だと言ってるんだから、早く解放してやれ。あなたは、それがいいと言う女と結婚し直せばいいだけ。でも、もう子供もできたのに。もう妊娠4ヶ月で、この間までお腹が大きくなってきた気がするって喜んでたのに。急に、離婚と中絶を迫られたって簡単に分かったなんて言えないわ。釣りテンプレ臭いけど、まずは、イライラガミガミ言われた詳細書きなよ。拒絶されるまでの内容を書かずに、俺っておかしいか？と言われてもね。イライラガミガミ言われたのは、嫁の言い方が嫌だから直してって言った。言い方を俺がやったから。嫁に、私には直してって言ったくせに、って言われて、イライラしてるって分かったから聞けなかった。その時の喧嘩で、嫁が俺のこと引っ叩いたし、俺だけが悪いわけじゃないと思うんだけど。じゃあ産むから、その責任感で自分で育ててくれ。正論。離婚して、子供を自分で育てる気はないの？ないよ。二人で育てたいから。嫁が一人で産んで育てるっていうのにも賛成はできない。親は揃っていた方が良いと思う？自分たちで、同意の上で子供を作っておいて、死別でもないのに。離婚だとか中絶だっていうのは、あまりにも子供がかわいそうじゃない？ああ、なるほど。そういう論調で嫁さん責めてるんだ。
言ってないにしても態度に出るだろうね。何一つ、嫁の気持ちを分かろうとしてないとか、寄り添う気持ちがないってのが相手に伝わってるんだよ。責任感とか子供がかわいそうとか、相手せめて状況が良くなると思ってるのがもうダメ。ここで、そうやっても無駄だし、嫁さん相手に同じことやっても無駄よ。責めてるつもりはないよ。だから、自分の悪いところは直すって言ってるんだよ。嫁も暴力に訴えたり、ヒステリーなところあるから、お互い悪いところは直してこうよ。って言うと、何が、悪いところ直してこう、だ。アホらしい。お前がイライラしてるから、冷静に言ってくれないと聞けないからって。なんで怒ってるの、怒んないでってバカみたいにそれしか言わない。ポクちゃんを繰り返すうちは何回でも叩く。そうです、私はヒステリーの DV 嫁ですよ。だから別れようって言ってるんです。と開き直って話し合いにもならない。というか、言い方にすごい悪意しかなかった。どんな理由であれ、DV は良くないじゃん。で、俺は幼稚だったのが悪いわけじゃん。なんでお互い悪いところ直そうってできないんだよ。どう考えても幼稚なのが嫁だろ。責めてるつもりはないよ。どう考えても幼稚なのが嫁だろ。自覚がないのがさらに立ちが悪い。最後の4行、今もそんな考えである以上、状況は改善しない。それを理解するところがスタートなんだから、それすら無理なら、ここで何吠えても無駄。実際に現場見てないから何とも言えないけど、怒ってる相手を茶化して良くなることは絶対にないし、あなたの話に正論が入ってても茶化した時点で第三者の心象が非常に悪い。あと一度距離を取って LINE か手紙、なるべく長文で話し合った方が良いと思う。文章でも尊方が冷静な男なら、でもお前が悪い、お前が悪いばかりじゃなく、どこに、決着、修復なのか真剣なのか、思っていきたいかを考えて謝るところは、謝って、嫁に即レスはやめた方がいい。仕事で取引先になんかやってほしい時に、こいつムカつく論破してやろうとかとか思わないでしょ。子供に関しては、中期、中絶の期間に入ると、非常に心身に悪いので、冷静に慎重になってほしい。奥さんにとって、この話は結論が出てしまっていて、話し合う気がもうないみたいね。個人的にはあなたの言い分もわかるので責める気はないんですが、深夜の話し合いで奥さんはさらに離婚の決意を固めたように見える。あなたは自分の主張の正しさを相手に理解させれば反省して元に戻ると思ってるのかもしれないけど、復縁したいならその考えは最悪手なので、言い方が嫌だからそれを真似てみせるとかやっちゃまずかった。暴力のひどさを分からせるためにぶん殴るのと同じで自己矛盾です。奥さんはそういうところだよって思ったでしょうね。こうなってしまったら全面降伏しかないと思うな。あえて戦術として一切反論しないってことね。そんなことできない向こうも悪いよという気持ちが抑えられないなら、もう終わりにするしかないと思う。それでうまく噛み合うことは、今後ずっとないので、このレスだけ返させてほしい。あなたは、自分の主張の正しさを相手に理解させれば、反省して元に戻ると。思ってるのかもしれないけど、復縁したいなら、その考えは最悪手なので。これ、一番なんか、自分の気持ちにしっくりきた。そうかもしれない。お互い悪いよね。だから、お互い直そうねが、一番正しい物事の落とし方だと思ってた。悪いことをしたら、お互い謝らないとっていうのは、ずっと頭にあって、嫁にも何度もそれを言ってきた。全面降伏も子供のためならする。でも、嫁が俺の直すってこと自体を信用してないし、子供や自分の人生を犠牲にしてまで、俺のためにギャンブルできないって。どうしても直すって言うなら、今回は子供を諦めてって言われてる。そこに関しても降伏すべきなのか。また、今夜話し合いだから、
もっと嫁の言う建設的な話し合いっていうのを目指してみる。本当はプリマ送りだから書き込まない方がいいんだろうけど、これだけ返させてください。もう消えますんで。